はいどうも、最近毎日動画をアップしている桑田真澄と申します。よろしくお願いします。今日はですね、初心者の方向けの YouTube の動画のアップの方法、そして、使ったら便利であろう機能もちょこっとだけご説明させていただこうかなと思っております。はい。YouTube ね、今の時代皆さんアカウントも持っている時代だと思います。で、見る専用の方もいると思いますが、たまにこうやってアップしてですね、もしかしたらバズるかもしれない。そしたらそこそこのね、収益になったら嬉しいじゃないですか。とりあえず、振らないバットは当たらないということで、何かしら動画のね、アカウント持っといた方がいいかなと思いました。はい。で、今日はですね、すでに Gmail の登録が済んでる方ですね。済んで、この YouTube の自分のアカウントまでログインした状態のところまでは皆さんにやってもらうと。で、そこから私が説明しようかなというふうに思っております。はい。で、今日使うのがですね、僕が猫の動画をアップ専門に作ったチャンネルですね。最近作ったばかりなので、初心者の方と最初の状態が似ているというふうに思われますので、こちらを使っていきたいと思います。はい。これ使うのがですね、まず、2つあってですね、で、動画を見る方、専門の方だとね、この画面が一般的だと思います。ね。ホームがあって、ライブラリーとかあって、自分の登録チャンネルがあってっていう感じになると思うんですが、今日使うのはですね、こちらですね。YouTube Studio っていうやつですね。はい。こちらが、なんていうんですかね、ホームページの裏側っていうか、この操作する側の管理者側の画面ということですね。初めて見る方にとってはちょっととっつきにくいかなといったものがありますが、左側がね、皆さんの操作するオプション画面ですね。写真変えたりするんですけど、ここで。で、動画と再生リストとアナリティクスね、上げた後の情報とか分析するのに必要だったり、コメントを見たりとか、字幕皆さんで、書いてくださいって募集だったりね、で、大事な収益受け取りの画面だったり、あるんですけども、使うのは簡単です。ここ、右上の作成ってやつですね。ここポチッと押します。そうすると、アップロードがライブ配信、どちらかっていうことですけども、一般的にはアップロードですよね。これここでポチッといきます。はい。そうすると、アップロードのこの画面出ますよね。ここを選んでもいいし、ファイルを選択、こっち選んでも、どっちもいいです。こっちを押すと、ご自分のね、ファイル選ぶところが出てくるんですけど、これ自分のフォルダーですね。はい。僕の場合だとデスクトップをまず見てます。デスクトップの今日使うのはこのフォルダーです。猫。はい。タイガ君っていうね、生まれてまだ7ヶ月目の子がいるんですけども。はい。この動画をアップします。こっちがね、写真ね。こっちが MP4 って書いてるでしょ。これが動画に当たるものですね。この横のこの四角四角四角があるので、これで見分けもつきますけどね。ここを選びまして、で、右下の開く。こちらを押します。はい。すると、こうやってね、上がってくるんですけど、これ今ね、もともと、このデフォルトって言いますが、もともと最初にね、書く内容、もうあらかじめ設定できるんですね。毎回同じこと書くの大変じゃないですか。なので、この設定っていうのがあるんで、それをしてたもので、一気に上がっちゃってたんですけどね。これも後でお伝えします。はい。タイトルもいつも通り一緒なんですが、じゃあ名前でも入れとくかな。タイガ、カタカナにしよう。ちょっとね、外国人に、受けるかなと思って、英語で投稿してみたんですね。日本人だけが見る幅になっちゃうじゃないですか。日本語で入れちゃうと。なので、英語で言うと、何億人が見る可能性出るかなと思ってやってるんですけど、今のところさっぱりですね。はい。タイガと入れまして、あと何でもいいんですけどね。100文字まで入れれます。そして、下の方にこう、ずっと行くとですね、次、サムネイルを選ぶ画面になるんですけども、このサムネイルをですね、選ばなかった場合、動画の中から、適当なところで区切ってですね、画像を候補に上げてくれます。で、今の場合だと、これがサムネイルになっちゃいます。自動的にね、やってくれるんですけど、なるべくいい写真をサムネイルにした方が、やっぱり再生されやすいので、人によってはやっぱね、大多数の人ですね、文字を入れてですね、わかりやすいようなサムネイルにしますよね。でも今日はですね、シンプルに、写真を選ぼうかなと思ってます。ちょっとね、明るさ加工したやつがあるので、これをこうやって選ぶと。すると、サムネイルの写真が入れ替わるということですね。はい。で、
再生リストというのがあってですね、まあ僕はキャットしかないんですけど、場合によってはですね、ここで新しく再生リストというのが作れます。まあ、グループ分けするわけですね。一つのチャンネルでも猫だけあげるっていう人もいれば、もう犬も入れたいという方がいた場合、そのグループ分けをするとやっぱり整理整頓が出て見やすくなったりしますね。ただその、リストだけを選んで、このリストだけを見たいっていう方とかいた場合ですね、順番にそのリストの中の動画が流れてきたりしますので、作っておくと便利かなと思います。はい。で、続いてですね、子供向けかどうかっていうのはね、登録しないといけないです。アメリカの法律の問題ですね。で、はい、子供向けですと選ぶとですね、見てもらえる視聴者の方が制限されてくるので、普通はいいえ、子供向けではありませんでいいと思います。うん、まあ、よっぽどね、変なのというか、際どいとこ狙わない限りこっちで問題ないと思います。はい。じゃあ次へと申します。はい。で、最後にですね、終了画面の追加っていうのがあるんですね。これは何かというと、最後にですね、次、こんな写真も候補にありますよ、どうですかというふうにね、訴えれるわけですね。動画からのインポート。これちょっとやってみましょうか。まあ、どっちでもいいんだけど。動画からのインポート。まあ、以前上げたやつ、これかな。はい、終了画面の追加っていうのがありまして、これは何かというと、動画の最後にですね、他にもこういう動画作ってますけど、どうですか？見てもらえませんか？っていうリンクを貼るっていうことですね。写真で出てきてですね、まあ、どういうものかちょっとパッと見にね、わかりやすくなっているので、まあ、あった方がいいかなと思います。で、まあ、追加を押しましょうか。最後のね、まあ、15秒とかがこうやって候補に出てですね、どっからじゃあ載せますかってことなんですけど、まあ、最初の方はこんな感じですかね。自分のチャンネル登録してほしいから、チャンネルの登録画面に行くようなリンク、そしておすすめの動画ですね。このままですと、視聴者に適したコンテンツを、この AI が判断してですね、勝手に選んでですね、アップしてくれるというものです。なので、自分のところのが表示されるとは限らないということなので、なるべく自分のね、動画を見てもらいたいですよね。なので、まあ、最新のアップロードね、これを選ぶと、今までで上げた中の動画で一番新しいものを候補として紹介してくれるわけですね。でもいいし、特定の選択ね。これだと、自分がもう一押しのね、この動画は絶対見てほしいっていうのがあったら、こうやって、候補に上げることができるということですね。僕の場合はじゃあ、こうしときましょうか。特定のものを見てほしいので、ここに上げておきます。で、場合によっては、この、ちょっとね、このスペースを取っちゃうじゃないですか。なので、最後の10秒ぐらいでいいよっていう方はこうやって短くしてみてですね。でなるべく、たくさんの方に見てもらいたい。時間をかけて見てもらいたいっていう場合はこうやって伸ばしておくね。はい。このあたり幅がありますので、自由にやればいいと思います。まあ、僕、こんな感じかな。最初にこれが出てきてですね。はい、タイムライン上ね、こうなるでしょ。はい。まずはここが現れて、その次に、数秒したらこれが現れるにしようかなと。はい。そういうアレンジの仕方ですね。で、これで保存します。はい。じゃあここで OK。カードってあんまり使うこと今ないので、飛ばしますね。はい。そしてタイミングです。はい。公開ね、押しておくとですね、もうすぐにアップロード、完了し次第、皆さんに、見てもらえるようになります。でですね、スケジュール設定をした方が今の時代いいのかなと思います。というのがですね、やっぱり日によってもそうだし、時間帯によって見てる人の数が違ってきたりするわけですね。だからで、まあ、僕の統計ですけども、夕方の18時30分から、まあ、22時の間に上げると、たくさんの人が見てくれる可能性が高いので、その中で、まあ、選んでね、アップロードするといいかなと思います。はい。まあ、もう食事が終わってですね、ちょっとゆっくりしようかなとか思っている方が、まあ、いそうな時間っていうとですね、まあ、僕も浅いんですけど、経験はね、まあ、この20時ぐらいかなっていうふうに思います。あんまり遅くやるとね、もう、寝ちゃう時間が近づいてくるじゃないですか。
で、11時とか12時の間に、こう、だんだん下がっていくんですね。ピークはやっぱりね、10時ぐらいですね。10時ぐらい。22時ね。なので、それに向かって伸びていく時間帯、20時かなと思います。うん。18時半もまあ、2番目に僕はおすすめですけどね。まあ、今のところ20時かなっていう肌感覚です。はい、で、スケジュールを設定します。はい。で、スケジュールされた動画というふうになります。で、これがもう、20時になると自動的にアップロードされて見れます。で、あらかじめですね、友達とかに教えておきたい場合は、この動画リンクっていうのがありますので、ここでね、はい、コピー、ポチョンと押しておけば、ちょっと消しますね。まあ、例えばこうやってね、コピー貼り付けてると、先ほどのリンクが出るわけですね。だからこれを、まあ、例えば、LINE とかね、E メールとかに貼り付けてですね、友達に送れば、ここから飛んで、自分の動画を見てくれるということになりますね。まあ、便利な機能ですね。はい。これで、アップロードの準備は完了しましたということですね。はい。で、今日、便利機能はちょっとお伝えすると言ってましたね。はい。では、設定を選びます。で、設定選ぶとですね、デフォルトってありますね。これが最初から設定しておくものということですね。デフォルト。まあ、通貨日本円で、まあいいですね。で、チャンネル。まあ、基本情報ですね。名前と、で、キーワードですね。これが毎回埋め込まれるようになります。まあ、たくさんやればいいっていうわけじゃないし、今はあんまり関係ないらしいんですけど、だいたい15ぐらい。多くて15。10から15を入れとけば、いいようですね。それ以外はちょっとやりすぎってなって、YouTube から目をつけられたりする話も聞いたことあります。で、今回僕は、アメリカとかでも、この猫がね、見られたいなと思ったんで、これに設定したんですけど、普通は日本でいいと思います。日本下の方に確かあったと思いますね。あれ、これですね。これ、はい。日本を選んでおけばいい。はい、今、戻しておきますね。僕の場合はアメリカなので、アメリカ合衆国にしておくと。はい。で、詳細ね。毎回このアップロードね、子供向けではないですよっていうのを選ばなきゃいけないよね。それもめんどくさいなと思った方は、ここでもあらかじめ設定しておく。で、動画ごとに決めたいなら、ここを選んでおくね。はい、チャンネル登録者数を表示するね。まあ、まあ、いいでしょう、それで。はい、ブランディングね。はい、ブランディング最後の5秒とか、途中にですね、右下に自分の登録画面に飛んでいけるようなね、まあ、ロゴとかあれば、ここに設定することもできます。ただし、この写真はですね、正方形のサイズじゃないといけません。なので、準備をね、事前にやっとかなきゃいけないということです。デフォルト機能、このあたりはそこまで、あんまりいじったことないですね。はい、こんなところですね。アップロード動画のデフォルト設定。これですね、先ほど、なぜ最初からこの文章が書かれてるかっていうところに登録してるからですね。はい。で、説明文もこれね。まあ、猫がヒットされやすいようにですね。ウィキペディアの、その、ベンガルっていうね、種類の猫なんですけど、その説明文を載せてます。5000までいけるんで、まあ、マックスやってもいいと思います。まだ1340になる。まだまだいけるはずですね。で、詳細設定のところだと、まあ、そこまで、あ、これですね、カテゴリー。例えば、ペットと動物、これやっとくの忘れてましたね。これやっとくと便利ですね。毎回カテゴリー選ばずに済みますからね。ちんぷんかんぷんなのがね、設定されてるとまた困りますよね。猫の動画専門でやってるのに、この自動車と乗り物とかね、やってると、まあ、ファンがつきにくいでしょうね。まあ、ペットと動物ってなった方がいいでしょうね。はい。で、コメントね、不適切な可能性があるコメント。このあたりも最初に、まあ、この方がいいかなと思います。不適切なやつもね、最初にもう乗っちゃうと、なんかちょっと荒れたりするじゃないですか。なので、まあ、一回自分で確認できるようにしといた方がいいと思いますね。うん。で、翻訳依頼ね。これオンにしとくと、誰かが翻訳をしてくれるわけですね。便利機能ですね。まあ、場合によっては、必要だと思った人は、これは選んだ方がいいですね、うん。はい。こんなとこですかね。で、はい。公開設定ね。はい。何もしてないと自動的に公開されますよってことですね。で、一旦なんかチェックしたいなとか思った方は、非公開とかね、限定公開する、ね。限定公開ってのは、先ほどやったリンクですね。
リンクを知ってる方だけが見れるよってことですね。だから友達に教えない限り見れないようになっているっていうのが限定公開ですね。普通の検索では出てこないです。ただ限定公開にしちゃうと収益化を目指す方はそれが収益にカウントされませんので、そのあたりを気をつけてください。権限、まあ、この辺もあんまりですね、気にしたことないですね。はい。じゃあ、こんなとこで OK です。はい。では、最後にね、チェックするとこだけ、ちょっと、説明しましょう。毎回動画上げた後にですね、このアナリティクスっていうのをね、見といた方がいいと思うんですね。まあ、過去28日間で何回見られたか、23回、めちゃめちゃ少ないですね。総再生時間、0.2 時間、10分の2時間だから、12分ぐらい違うな。60分、6分か、6分。6分だけでした、とかね。これがまたね、右肩上がりになっていくとですね、すごくやる気出るんですね。それが楽しくなってくる。はい。で、人気動画とか教えてくれたりね。これ、すごい便利な機能ですね。で、多くの方が目指すのがこちらですね。収益受け取りってところですね。はい。条件がね、年々厳しくなっていくんですね。2018年からこの、条件ができたんですね。はい。まず一つ目は、登録者数1000人目指しましょう。はい。そして、総再生時間が4000時間ですね。4000時間、つまり24万分ですね。24万分を再生されると、収益化への条件を満たすことになって、応募ができるんですね。エントリーができるんです。で、そこから審査があって、まあ、だいたい1週間か2週間ぐらいですかね。まあ、多めに1ヶ月というふうにね、YouTube で言ってますけども。うん。まあ、だいたい僕の場合だと1週間から2週間の間で収益化できました。なので、これがね、満たされたら自動的に応募しますかってなるんですよ。で、応募しますってやればいいですね。はい。その前に、Google AdSense というものも登録しなきゃいけないですね。今のうちに収益化を目指すっていう方は、Google AdSense の方、あかじめ登録しておいた方が便利だと思います。そちらも審査からのね、何日間か待つことになっちゃうので、あらかじめ作っておいた方がいいですね。うん。で、大体ね、この24万分というのはどれくらいの数字かというとですね、10万再生、10万再生ね。10万回トータルで再生されたら、まあ、達成するでしょうってことですね。まだピンとこないですよね。10万再生ってなかなかですね、今の僕の動画で1日ね、6000回再生されてるぐらい。だから10万回までなかなか果てしなくて遠いですね。20日、20日じゃない、20日か1万回で、そうやね。だいたい20日間ぐらいかかる感じですね。僕の今のペースだと。でもだいたい、まあ3ヶ月、4ヶ月はかかるんじゃないですかね。最初の、まあ僕のアカウントだと、うん、4ヶ月。毎日どうにか、こうにか動画アップして、4ヶ月かかりましたから。まあまあ大変。そして、その収益化行くまでの間、3ヶ月以内に、YouTube をやめる人が9割と言われていますので、なかなかの狭き門です。はい。大体ね、まあ、こんなところですね。なので、まあ、こういう大変な作業が回ってるよということをね、皆さん知った上で、それでもやってみようという方はですね、ぜひやってみてはいかがでしょうか。割と、この習慣さえつければ、やれるもんなので、うん、不可能ではないというふうに思います。はい。まだわからないことあったらですね、コメント欄書いておいてください。まあ、僕の範囲で、知ってる範囲であればお伝えしていきますので、どうぞよろしくお願いします。はい。ということで、皆さんもチャンネルを作ってですね、とりあえず僕のチャンネル登録してみてください。そしたら、チャンネル登録返しするかもしれないですからね、ピッチャー返しするかもしれないので、はい。皆さんで協力して頑張っていきましょう。はい。ということで、本日は終わりです。それではまた、さよなら。